では次の色塗りに入ります。また顔が乾きましたので顔の続きをします。白い毛のところが最初絵の具で塗った時は白かったんですけど、乾くとやっぱり乳白色でちょっと濁った感じになるので、こういう時は絵の具をそのまま原液で取って塗っていきます。そうすると白い雰囲気が出ます。毛を塗っている間に他のところが乾いてますので、乾いているところを塗ります。ちょっと色が飛びすぎているので、筆に水を含ませて自然な感じに伸ばします。そしてまたその間に他のところを塗っていきます。
が当たっていると、影を描くと必ず光が当たっているところもありますので、光が当たっているところはきれいにちょっと光を入れます。黒いところに黒い瞳にちょっとハイライトを入れます。ここで第1顔の色塗りは終わります。